こんにちは、関西クロスニュースです。今週はご覧の内容でお送りいたします。はじめにプレスリリース情報です。水間鉄道2020年度第1期電車運転体験を実施。10月10日より12月12日までの8日間、車庫線で実際に電車の運転体験ができる有料イベントが実施されます。体験内容は実際に車両の中で騎乗教育を行い、その後、車庫線約100メートルを1人1往復します。全員が終わった後に体験証明書が授与され、解散となります。1日あたり10名までが参加でき、申し込みは先着順です。年齢制限として小学4年生未満の方は参加できません。参加料金には1日フリー乗車券と面倒代がついており、保護者が同伴する場合は、保護者も別途料金が必要になります。JR 西日本、10月1日、新快速は運行開始から50年を迎えます。1970年に運行開始した新快速が50周年を迎えたことを記念して、10月1日から来年3月31日までの間、A シートがある編成の12号車にヘッドマークが掲出されます。また、ポストカードや切手シートなどのオリジナルグッズも発売されます。大阪メトロ、10月31日初発から御堂筋線、四ツ橋線ダイヤ改正。可動式ホーム柵の設置駅が拡大するにつれ、乗降時間がかかるようになるため各駅の停車時間の見直しが行われます。さらに御堂筋線に13時台の増便と御堂筋線に接続するための四ツ橋線のダイヤが改正となります。山陽電車、スマウラロープウェイのリニューアル工事を実施。スマウラ山陽遊園へ行くためのロープウェイが11月4日から来年3月中旬頃までリニューアル工事が実施されます。今回の更新はケーブルやモーター、運転装置のみとなりゴンドラはそのままです。リニューアル工事期間中は駅舎や売店のも改修され、遊園地は休園となります。JR 西日本、鉄道娘、城崎子乗りグッズの第2弾発売。城崎温泉駅のお土産街道と、豊岡駅一番乗り場にある自販機にて新グッズが発売されます。発売されるのはフェイスタオル、トートバッグ、ブックカバー、クリスタルバスボムの4種類です。なお、豊岡駅のカバンの自販機で発売されるのはトートバッグのみです。続いて、お得な切符のコーナーです。今回ご紹介するのは、大阪メトロの1日乗車券シニアです。この切符は10月9日から12月11日までの期間限定で70歳以上の方が、大阪メトロ全線と大阪シティバス全路線が1日乗り放題になる切符です。大阪メトロでは年齢制限がない1日乗車券エンジョイエコカードが発売されていますが、この切符は割引施設の特典内容が違います。ABC クラフトやホテルニューオータニ大阪で使える割引特典があるほか、アンケートに回答し応募された方から抽選で、ホテルのペアお食事券や企画乗車券が当たります。値段はエンジョイエコカードと同じ600円ですが、購入できる駅が主要駅だけとなるので、ご注意ください。
最後に、Nゲージ新商品のコーナーです。今回ご紹介するのは、トミックスから10月発売予定の、機関クレールセットです。セット内容に今回の商品に、合わせて新規製作となった車庫内レール2本、安全側線レール1本、終端架線柱が入っています。副線機関庫は個別品とは、違う、深緑色の屋根で、車輪形状測定器や、起動自転車、構内踏切といったアクセサリーも付いています。別売で先日発売された車両基地セットと合わせることで、9000の大きな車庫が作れます。ファンタ点検台や起動車の給油設備も線路脇に置くことができます。なお、機関区は延長セットもあり、延長セットを使用すると、屋根付きの副線機関庫の長さが3倍になります。値段は機関クレールセットが税抜き17,000円、機関クレール延長部が税抜き7,000円です。今週もご視聴ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。以上、関西クロスニュースでした。ご視聴ありがとうございました。編集後期です。このコーナーで取り上げてほしい話題があれば、動画コメントかツイッターに連絡をお願いします。今週のトークテーマは、鉄道娘についてです。皆様は鉄道娘についてはどれぐらいご存知でしょうか。鉄道娘はトミックスブランドで、Nゲージを発売している株式会社トミーテックの一つの企画で、全国の鉄道事業者と協力してキャラクター展開しているブランドです。関西では大阪モノレールの豊川窓か、JR 西日本和歌山支社の黒潮白良、仙北高速の泉小海、水間鉄道の水間三つ間、京阪大津線の石山智香、和歌山電鉄の神崎美子など、多くのキャラクターがいます。所属会社を見ると、なんとなくわかるかと思いますが、都市部の大手私鉄ではなく、地方の収益が厳しい鉄道会社に、鉄道娘が多くいます。鉄道娘はキャラクターを活かして、地方鉄道はグッズ展開をして収益の改善や地域活性化を担っている存在となっています。例年ですと、スタンプラリーのような形式で、各鉄道会社が共同で、スタンプやキーホルダーなどコレクショングッズを発売し、鉄道を利用してもらおうというイベントが開催されています。今年は中止となってしまいましたが、鉄道娘グッズは多くが、地方鉄道を支援するためのグッズと言えると思いますので、ぜひ皆様も好きなキャラクターを見つけて、鉄道会社存続のためにも支援していきましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、来週に向けて、出発進行。